はい、どうも、TGです。ヴァルキリープロファイルやっていきます。よろしくお願いいたします。前回に引き続きデザートバルスの塔をやっていきましょうか。で、どっから行こうかな。多分めちゃくちゃ長いんですよ。こんだけあるからね。こんだけあるから、まあ、まずでもエレベーターの左側から進めていこうか。こっちの一個降りて、もう一個、ここだね。多分敵がいる。ちょっと待って。装備大丈夫かな。最悪はドラゴンスレイヤーがあるけど、サッカス言えてなかったね。サッカス大大なんだっけ、大じゃない、新食堂でちょっと大変な思いしたんだよな。あ、でも雷が弱点。サッカスの方はね、雷じゃなくて光の弱点のやつだったんだよな。で、ちょっと大変な思いしまして、これが雷ダメージだから大丈夫か。このまま行っても、うん、でアリューゼもしてるもんね。とりあえずこのまま挑んでいきましょうか。戦闘迷うな。これちょっと長いようだったら戦闘カットしますね。普段一番最初の戦闘ってカットしないで流してるんですけど、ちょっと一発目こいつだとだいぶ長くなると思うので、一旦戦ってみましょう。大丈夫かな。なんだなんだなんだ、痛い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 。ダメージは入るけど痛いね。必殺技も使っといた方がいいかな。痛いね。ちょっと必殺技も使わないと下手したらこっちが死にそう。でもダメージ入ってない、入らない、意味がない。全員意味ないか。てめえの顔を見飽きたぜ。奥義。入らないね。必殺技の時って今更なんですけど、あ、1入る。今更なんですけど、必殺技の時はあれか。あ、やばい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 、死んじゃうよ死んじゃうよ。ちょっと待って、こんな思いしたことなかったな今まで。これはちょっとまずいかもしれない。
これはまずい。ジェラードを回復要因で置いとこわない、置いとかないと。いや、ジェラードまずいな。耐えられるかな。ジェラードさん、あ、使えない。しょうがないね。っていうことは戦うしかないね。まずいね。下手したら死にそうだな。ならもう一度行くまでだ。大丈夫か、ジェラード。これ回復入れないとジェラードが死んじゃう。ジェラード回復してたらダメージが入らない。これは装備を変えるべきか。OKOKOK。これは、これはダメだね。これは装備を変えて殴らないと死んじゃうやつだね。装備変えよう。雷だよね。グリムガウディで倒せるね。変えよう。で、ちょっと待って、変な汗かいてる。ジェラード魔法使えない。あ、それもっとやってほしかったよ。全体攻撃ばっかりされるから、ちょっと戦ってられないです。強いです。あー怖かった。皆さん大丈夫ですか。なんとかね。怖かった。石を稼ぐっていう心の余裕もなかったです。はあ。え、何使ってたっけ。プレゼントあろうか。弓ってプレゼントあろうが一番いいのか。あー、焦ったー。んで、装備を。あ、この辺でいいか。結構しておけばいいか。あー、焦ったよー。変な汗かいたよ。で、ちょっと待って、ここはどこだい？こっちにアイテムがある。あるね。オッケー。あー、変な汗かいたー。んで？敵がいる。
はい、足早いな。死の先を行く者たちよ。簡単に取れんじゃねえぞ。ドラゴン戦がどうなってるかわかんないので、一応こっちこのダンジョンで見かけられる敵というか通常の敵を一応お見せしときますね。ブラッドサッカー、倒せたな。普通の敵はまあ強くはなさそうな感じだね。くらえ。うん、見切った。大丈夫そうですね。OKOK。ああ、怖い思いした。しかし、倒しても倒してもキリがないの。よし。で、次の戦闘からはまあカットする形になりますね。ヒュー、怖いな、ドラゴン。来た！うい！はい。でね、一応あいつが出てきたわ。あのエレベーターに2体いたやつが1体と、さっきのなんとかサッカーみたいなのが1体出てきましたね。で、1回剣に変えちゃったから、剣に変えちゃったからか、外れてる。そっか、これ変えちゃうと、変わっちゃう、武器の種類変えちゃうと外れちゃうのか。なんで前もしてなかったんだろうって思ったら、そういうことね。これって大丈夫か？ちょっとどういう順番だったか。まあいいか。んで、こっから手前に行く。で、こっちと。左と奥とに行ける。じゃあ操作がちょっと難しいですね。左と奥には行けるんだけども、奥でいいかな。奥に行っちゃって良さそう。何もない。ここに行くと次敵が出るか。はい。で、多分もう一体敵がいる。あー、めんどいやつだ。はい。で、戦闘 OK だね。そろそろロフ上がりそうなんだけど、あ、もうちょっとだね。もうちょっとだ。まあ、いっか、このままで。で、この先が、は何もない。何もなくて、で、ここも何もなくて、左に移動して、敵がいるんだな。あ、戦ったことない。こいつなんだろう。マンティコアかな。どうなんだろう。特別弱点とかはなさそうだけど。
こいつ初めてだからちょっと見てみますか、ちゃんと戦闘を。変わんないもんね。やるか。強そうだな。怖いな。はっ。死の先を行く者たち。これは強敵ではない。スパネ一体だね。あ、でも普通にダメージ入りますね。あ、大丈夫大丈夫。怖い敵じゃなかった。オッケーですね。よかった。これでレベル上がるんじゃないか、アローファー。オッケーオッケー。よしよし。敵はいなくなったね。ここにアイテムがあります。OK。OK、OK。OK ですね。一応装備を変えようか、ローファ。こうしておきましょうか。しばらくレベル上がる子はいない。いつの間にかレナスが、あれだね。メナスが一番、でもジェラードが先だった気がするんだけど、メナスが一番速くなってるね。なんかあったっけ？装備かもしかして。あ、これだ。幸せのコインがあれなんじゃないんだっけ？経験値が多く入るんじゃなかったっけ？忘れたけども。で、これで、で、これでエレベーター、左側のエレベーターから行ける側は多分もう全部行ったんだよね、これで。ここ、うん、つながってるから、ここ行くと、一番最初にエレベーターの時とかに戻れると。で、今度は、道中途中で一回入れなかったところがあるんですけど、あれはね、エレベーターで行けるところなので、まあ、行かなくてよしとして、とりあえずあれか、ここ入るか。で、エレベーターで一番上まで戻るか。一旦セーブするか。これはどこだい？あ、下に行ったのね。で、これ乗ると次、一番上まで戻れるか。帰ってきたね。んで、こっち。ああ、そうそう、安心安心。ここでセーブだね、一旦。ふぅ。OK。で、どうしようかな。若干編集したら短くなりそうなんだけど、この後長いから、また。で、次のセーブポイントまでやると長いから、今回多分戦闘切っちゃったらちょっと短いとも思うんですけど、一旦終了するか。で、多分次が若干長くなって、戦闘も多くて。で、また一旦ここに戻ってくるか、多分次のセーブ地点。まあ、ボス前になるのかな、セーブ地点は。次。うん。こっから霧のいいとこまで行くのって多分だいぶ長い気がするんだよな。なので、今日、この辺で一旦切るか。
ちょっとお手洗いにも行きたいし、もう一回セーブしちゃう。はい、では次こっち側のエレベーターがあるんですけど、そこからまた下に下ってってダンジョン攻略していく感じですね。まだまだ重要なアイテムも取れてないしね。はい、ではね、また次回もダンジョン引き続きやっていきましょう。はい、それではお付き合いくださりありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。バイバイ。